メルゼナ？やる？メルゼナは4人の方がいいか？まあでもライゼクスやったんだったらもうこれしかないよね。4人でできるか怪しいしな。まあまあそうね、それはそうだ、ね、じゃあメルゼナ選ぶか。メルゼナ初見なんだよな。俺も初見だよ。なんなら怖い、ね、姿を初めて見る。マジ？じゃあ PV 何も見てないんだ。何も見てないよ。じゃあついでにここでオープニングも撮ろうぜ。時間長いから。間みんなで一応ライズ復帰戦やってみたけど、まあさんさんたる動きだったような気がするんだよね。ひどかった ね。で今回はその次回作の体験版が出たよってんで、まあやってみようかなみたいなということでね、クガジンでもう一人やってるのが N じゃないな。だって誰も N って呼んでくれないからもうジンでいいや。今更帰られんよって。帰る帰る。であんた誰や。私はね、ガーグアだね。ガーグアか。変えるんだ。変えるんだ。キングクリムゾン。イニシエの流飛砲だ。待って。なんか悪魔的なフォルムが見えて。気持ち悪い。キモいの。じゃあいいや。やんない。え、ここまで届くの方向やば。めっちゃ広いね。全然方向の申し訳分かんなかった。あ、竜属性なんだ。あ、頭ですわ、弱点。あっはっはっは。まあ、あんぱ頭。通常弾で頭25とかいく。カウンターできたけど。何？おお、うわ。カウンターできたけど、よく連かった。場合はね、戦場カメラマンですよ。なんでもいいけど、この武器かっこよくね？めっちゃかっこいいんだけど、この銃剣スタイル。そういた。あぶねえ！よそ見してたけど、避けれた。痛い！やばい、死ぬやん。こっちを向け、マクギリス。あー、マクギリス、こっち見た！なんかめっちゃ変な状態以上になってる。なんだろうこれ。何それ、なんか、怪しいフェロモン出してる人みたいになってるけど。エフェクト的になんかこれあれだし、ヒルに噛まれてる状態だ。あ、そうなんだ。フルフルベビーじゃん。そうそう、首になんかフルフルベビーがいっぱいついてる。いっぱいついてんの、キモ。そう、あの赤いなんかふわふわと見たじみたいな、うんうん、あれフルフルベビーらしい。あ、ほんとにフルフルベビーなの。そうそう、なんかおわーい、わー、死んだ。待って体力満タンだったけど。ワンパン太郎。キングクリムゾン。何それ、なんだそれ、やばそう。え、なんか瞬間移動したんだけど。マジでこれは何、ラグ、ラグじゃない。ラグなの、モンスターのあれなの、どっち。ラグだと思うよ、さすがに。めっちゃ素早い動きされたけど、私なんかすごいバルファルクみたいになってる。なんかキングクリムゾン。そっか。何その動き。マジでこの瞬間移動やばいよな。大丈夫、当たり判定機が使ってない。当たり判定公式で大丈夫か。めっちゃそれテオがやってくるじゃん。なんか壊れた。場所が悪くて何も見えない。あん、あん、何からくり口って。急に。おお、猫式、猫式激流走、いいね。なんかパチンパチン打ってる音が、倒れた。何をしたんだ。猫式激流走って言って、なんかバリスタみたいなやつ打ってたけど。なんかこのブーンやばい。ジョジョじゃん。なんなん。ワル使ってんのかこいつ。なるほどな、そういうことか。僕が9秒のところで時を止めないと。うわー、やばいってそれ、本当にやばい、ね、確かにこいつ休憩室だし、ビオじゃん。じゃあやっぱなるほどな、そういうことか。もうこいつ失敗した。ドゥー
サムネ決まったやん。これ編集の時毎回ワールドに見てほしいな。ちょっと頑張るわ。うわおい、攻撃音、それとも瞬間移動したところ、あの瞬間移動するブームって音。あ、分かった分かった。ワールド起動した時の。待って、うん、僕が口で言ってるからあんま関係なくなっちゃう。言うなじゃん。いけー、いけー、怖い怖い。結構遠くまで来るんだな、これ。これうわっ。当たるのそれ。これ 2B コンティニューでじゃん。ロンダート流れちゃう。なんやこいつ、すごかったね。あー、なるほどな、メルテナディオってことか。サムネお願いするわ。